車から黄色平松健人です。車はたくさんいるんですけどね、人が歩いてないですね。静岡県浜松市で相手探し、どんなご飯に出会えるのか。こんにちは、少しだけお話聞いてもいいですか。皆さんは兄弟。そうなんですね。感動ご飯を教えていただけますか。浜松なんだけど、うな新さんっていううなぎ屋さんがあるのね。うな重ね、めった食べられないけど、自分のご褒美みたいな感じね。ご褒美に、いろんなうなぎを食べた中でもうな新さんのうなぎが一番。あら、うなぎの名産地浜松で聞いた感動のうな重、気になる。うな新さんです。失礼します。お待たせいたしました。いえいえ、こちらがね、お重でございます。オープン。あら、やだ。テカリ方が半端ない。柔らかい。ちょっとしたカリッと感がありつつ、中ふわふわ。うちはね、関東風なんですね。少し蒸しましてね、タレ焼きするんです。上がちょっとカリッとし、中がふわっと、で味わっていただけるんですね。うなぎに感動いたしました。ごちそうさまでした。